11月16日の毎日動画を撮ります。動画を見ていただきましてありがとうございます。新井健二です。えっ、ー、と、今日の進捗なんですけど、今日は LP を作りました。ランディングページ。じゃん。ちょっと難しいね。見えるんかなこれ。うん。 ちょっと画質が悪いですね。ちょっと待って。見るほら。こう、表紙。で、こう。LP。いいじゃんね。で、えっ、ー、と、申し込みフォーム。で、プロフィール。 申し込みフォーム作りましたいいじゃんねこちゃんとメールアドレス入れたら届くんですよ僕のところにはい以上です <laughs> 以上ですこちらからは以上ですええうんまあそうね LP 作っ でちょっとね予定よりはね実はちょっと遅れてたりするんですよねこの表紙作るのにちょっと手間取ってしまった今日うんなのでまあまあいいですけどねえっと明日バリューページとサンキューページを作りますバリューページとサンキューページを作って Google Analytics っていう解析ツールをぶち込んでそして一旦明日は終わりかな時間あれば動画の内容ですよねその 価値を提供しないといけないいいとけんでそのメール登録してくれた方にそのノウハウ、うん、集客ノウハウっていうのを提供しないといけないんでそれのシナリオ作りですね大体目次はできてるんでどういうふうなことを話すかっていう全5話になると思うんですけど20分ぐらいの動画で全5話100分100分か 撮りますまあまあ毎日ねこの動画撮ってるぐらいやからまあ全然しゃべれると思うし逆にさしゃべりすぎないようにねわけ、あの僕がしゃべったらわけわからんことになるんで <laughs> 変にねこうあのしょうもない話とかしちゃうからうんあんまりねしゃべりすぎないように気をつけてシナリオを作っていこうと思ってます。はい まあ今日はね、この LP ができたということで。じゃあ、これね、本当にめっちゃいいでしょう。まあこれいいかどうかわかんないですけど。まあ世の中ではね、まあ、これだけでも商売になってる人たちがいるちょ。すごい拡大されていってる。あ、そうか。俺ここ押さえてるから <laughs> どっち向き、こう、こうね。 これだけでも十分お金にはなると思いますね大体いい LP 作るのって15万ぐらいするんちゃう安くても LP だけでもねうんだからまあこの画像とか全然作ってお渡しできるし商売的にはね で、プラスで言ったら、Kindle に出版したり、あと、Facebook での集客の仕方っていうのもノウハウも教えますし、まあ、その他分からんことは全部サポートに入れようかなと思ってて、全部集客。僕が知ってる知識はもう全部押しげもなくプレゼントしようかなと思っておりますので、ええ、まあまあ問題ないとは思うんですね。 あとまあ一つ言うならばこの漫画 LP っていうので集客してないんですよ。あの僕にマーケティングを教えていただいてる今、あの、白信明さん、通称白ちゃんっていう方がいるんですけど、白ちゃんのあの講座とかそういうマーケティング講座とかでこの漫画の LP で集客した人はいないんですよね。で、それの 第一人者がななんでですすけど、まあ、どうなるかですよねこれで逆にもう爆発的にこうパーセンテージが良かったら例えば Facebook から来た LP の人のコンバージョンですよね制約率が、えー、アナリティクスで例えば1日100人訪問したと LP で,で100人訪問したうち80人がメールアドレス登録しましたみたいなことになったらもうえらいことになるわけですよ。 意味がわからんわけですよ。もうその、業界ではもう意味がわからんぐらいの爆発の仕方なんですね。逆に30%とかでもエグいんちゃうかなっていうレベルなんで、50%とかでももう桁違いですね。80%なんかもう雲の上とか神の領域実現不可能な数字に近いんじゃないかなって思うぐらいの数字なんですけど。で、まあまあ、そのぐらいね。 あの魅力的な LP というか漫画作ったと思うんでこれでコンバージョンがすごい良かったらまあ例えば500人くれ来てくれてえ100人中30人やったら355で150件のまあリストが取れますよね。リストが取れるっていうのはフェイスブック上では1リストだいたい約平均2000円って言われてるのでまあ 30万円ぐらいの利益を得たというような意味合いにもな,りならないこともないというか、まあ、現実そうやっていう話なんですけどうんっていうね業界なんではいまあねちょっとここにこの線が気になる <laughs>、はい、まあ <laughs> そんな感じでね、あのー、引き続きあの制作物作っていこうと思ってますので。 どうぞよろしくお願いします。ちょっと自由な感じで今日は話してみました。はい。じゃあ、お疲れ様でした。<laughs> 見てくれてありがとうございました。お疲れ様でした。